これはタチションばかりしている少年に起きた怖いお話。タチション少年。あ、学校行く前におしっこ漏れそう。キョロキョロ、よし、ここでタチションしちゃおう。チョロ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 。ふう。明日からの修学旅行は徳島県の三好市に行くぞ。はい。そこにはなんと断崖絶壁にしょんべん小僧がいるらしいから見に行こう。やだ、何それ、超面白い。出発。さあ到着したぞ。わあ、本当にあんなところにしょんべん小僧がいる。うわ、すごいところでしょんべん小僧してるな。やばい、おしっこ漏れそう。もういいや、あそこでしちゃえ。しゃーん。こら、たけし、どこでおしっこしてるんだ。あ、まずい、これは担任の私の責任になってしまう。そうだ、たけし、こっちに来い。お前、責任感じているか。はい、すいません。よし、じゃあこれ使え。え、あれから数十年、あの日から僕はしょんべん小僧としてここでずっとおしっこをしている。みんな、タチションはできる限りしない方がいいねばね。